はい、どうもこんにちは、笠原です。酒井です。今日は失敗しないためのレインコートの選び方4選というテーマでお話をしていきたいと思います。まあ、これからね、うん、レインコート必要になってくる時期ですからね。うんうんうん、そうですね、うん、うんちおしっこお家でしないんだよねっていう方はやっぱり毎日お散歩必須じゃないですか。ですね。うん、でそうなってくると雨の日って当然あるわけですから、うん、レインコート欲しいなっていう方も多いと思うんですけど、結構レインコートで失敗する人多いと思うんですよ。レインコート洋服よりも難しいもんね。難しいですね、うん、特にその機能性の洋服なので、うん、どんな違いがあるのかわからないっていう人も多いし、サイズ選びですよね、うん、試着せずに購入した場合のサイズ選びで失敗するって話もよく聞くので、うん、ぜひ今日の動画を参考にしていただいて、レインコートをしっかりと正しく選んでいただけたらなと思います。1つ目、サイズがとにかく重要。まあ、これはね、うん、どんなお洋服とかでも一緒ですけど、サイズ合ってなかったら意味がないっていうのが一つありますね。ただ、うん、レインコートなんで、うんうん、少し大きめで着せておくくらいはいいかもしれないよね。うんうんうん、そうですね、うん、伸縮性がほとんどないので、うんうん、普通のお洋服よりもサイズ選びがシビアっていうのはあると思います。やっぱり僕たちも店に来て、レインコート探してるんですっていう方来られるんですけど、ワンちゃん連れじゃない場合は、できたらワンちゃん連れてきていただけないですかってお願いすることも実際多いです、うん、もしワンちゃん連れてこれないんであれば、首周り、胴回り、これ一番大きいところですね、あと尻尾から首の付け根までの長さですね、この3つを測ってきていただけると、なるべくこう合わせてね、サイズ選びはお手伝いできるかなと思います。では2つ目、足つきタイプとポンチョタイプ。簡単に言うとね、うん、足つきは4足ついてるやつで、ポンチョタイプは、うん、マントみたいな感じですね。そうだね、マントみたいな感じで、うんうん、まあ、特徴としてはやっぱりポンチョタイプは着せやすいよね、うんうん、そうですね、まあ、一応ここに置いてあるのもね、こういう足がない、まあ、ポンチョタイプっていう、こういうものになりますね。で足つきだと、まあ、こういうものですよね、うんうん、4本足ついてますね。こういう足先までこうちゃんと覆えるものがいい方はやっぱりこう足つきになりますし、簡単に着せたい、気軽に使いたいという方はこういうポンチョタイプがおすすめになってきますね、うん、なんか長毛種とかだと足先まで欲しいって方多いけど、うんうん、短毛種だとこういうポンチョタイプで十分っていう方も結構多いですね、うんうんうん、そうですね。3つ目、撥水と防水の違い。撥水は水弾くんで、で防水は水を通さないってことで、まあそうですね、まあ、というかその防水のレベルですかね、うんうんうん、はい、防水の方がもうかなり、まあ、かなり防水というか、なるほどなるほど、撥水は弾くんだけれども長時間耐えられないみたいなイメージですかね。了解です。今ここに置いてあるやつでいうと、これが防水、完全防水、こっちが撥水ですね。どっちもね、一長一短だと思うんですけど、防水は伸縮性がかなりないですね。あ、そうか、はい、その代わりかなりもう長時間だろうが、うん、強い雨でも水をしっかり弾いてくれるっていうのがあるんですけど、撥水こっちのタイプだと伸縮性は結構あるんですよね、レインコートの中でも撥水タイプに関しては伸縮性が結構あるので、まあ、着せやすいものを選びたいっていう方は撥水タイプ、で長時間雨だったりレインコートよく使うんだよねって方はやっぱりこういうしっかり防水タイプ選ぶのがいいと思います。4つ目、着せるのが大変な子も多い。まあ、これはね、よく動く子とかだと4本足入れるのそもそも無理っていう方いらっしゃいます。そうですね、これもう洋服もハーネスもそうですよね、やっぱりどうしてもこれお散歩の時に興奮しちゃって、もうハーネス見たらうわお散歩いけるみたいな感じで暴れ回って着せられないっていう方も多いと思うんですけど、まあレインコートもね、うんちもおしっこも外でしかしない子なんかっていうのは雨の日でもお散歩行かなきゃいけないですから、そういう時にレインコート見せるとはしゃぐ子も多いし、そうだね、あとそもそもこう嫌がる、その手を持たれるの嫌がるとか、そういう子も多いので、やっぱりこう着せやすいタイプ、こういうね、足がないタイプで着せやすいタイプを選ぶのも一つ手ではあると思います。まあ、分かんないっていう人は、やっぱりお店で一回試着させてもらえるのがいいよね。そうですね、はい、もしね試着ができないっていう方はまずは足がないタイプを選ぶのもいいと思います、結構ね足つきタイプ選ばれてその後に使えなくて足なしタイプを選ぶ、また買いに来られるっていう方も意外と多いんで、どっちか分からないなっていうことであれば足なしタイプ、ポンチョタイプを選ぶ方がいいのかなと思いますね、あとは子犬で選ぶときもやっぱりポンチョタイプの方がいいよね、そうですね、嫌がりにくいと思います、どうしても動くと思うので、はい、ということで今日は失敗しないためのレインコートの選び方4選というテーマでお話をしていきましたが、いかがでしたでしょうか。
ね、うん、この動画参考に失敗しない方が一人でも増えてくれるといいなと思っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかワンちゃん用の傘とかもあるみたいですよね今。見たことある、うん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 、あれどうなんだろう、ね、いやなんか不安定そうな気がするんだけれど、うんうんうん、まあびっくりして使えないっていう子も多いかなっていう気はしますけどね。どうなんだろうね、うんうんうん、こう背中から傘出てるんだよね。そうそうそう、あのこう首輪につなぐチェーンがついてるんですよね。で人間用の傘と逆に開いてるみたいなイメージでワンちゃんにかけてあげるようなイメージですけど、ちょっとぜひ使ったことある人は、うん、あの教えてください、うんうんうん、はい。